みなさん、こんにちは。アリョーナです。今日はですね、ようやくですね、もう最もコメントでですね、聞かれているテーマについてちょっと解説したいと思うんですけれども、はい、今日はですね、私の恋愛観とか、そういうテーマについて話したいんですけれども、ね、本当はですね、このテーマについてはもう少し早い段階から私も話したいと思ったんですけれども、なんか話したいことがあんまりにも多いんですけど、なんかなんとなくねまとまらなくてですね、ちょっと大変だったんですね。で、何回か本当はこの動画を撮ろうとして中断したんですよ。でもちゃんとね、自分の頭の中を整理してまとめて、やっとね作ることになりましたけれども、でですね、今日話すことはお世辞でも何でもありません。本当に私が、まあ、日本に暮らして実際にその日本人男性と付き合ってみて感じたことでしかありません。そのわざとなんか褒めようとするとかそういう動画ではなくて、本当になんか感じたことを単純に皆さんと共有したいなと思いました。あとそれとね、本当に本当に質問が多かったので、皆さんちょっと疑問に答えてね、この動画を撮ることにしました。ちょっとね、堂々としてるんですけれども、結構恥ずかしい話でもあるので、ぜひ皆さんあったかい目でね見守ってくださいね。よろしくお願いします。今日はねすごく濃厚な話にはなるんですけれども、まあ自分の本音をね話したいと思います。では本題に入ります。私ね、なんか以前になんかロシア人男性と日本人男性を比べるような動画を撮って、そこでなんか多くの方のなんか誤解を招いたようなんですけれども、で、実を言うとですね、私はですね、18歳超えたあたりから日本人じゃない男性と実は付き合ったことがありません。じゃあなぜ私が18歳超えた時からもう日本人男性としか付き合わないんですか？自分もね、いろいろ考えたんですけど、もともとの私の考え方を言いますと、別になんか自分の恋人とか、まあ、自分の夫は何人でもよくて、本当に優しくて、なんか互いの気持ちがすごい理解し合えて、まあ、なんて言いますか、価値観が合えば別に何人でもいいんじゃないっていうふうに私が思っていて、だから何人が何人と結婚しようとも、その二人がそれでね幸せであれば一番だとは思うんですけれども、でさっき私がね価値観があって心のなんかお互いの心を理解できたら、まあ、一番いいんじゃないっていうふうに言ったんですけど、まあ、多分結論から言いますと、私が一番その心の理解、価値観のなんか理解っていうのが一番得れるのが多分日本人男性っていうことなんですけれども、はい、さっき言ったように、まあ、結局その価値観が合うかどうかっていうのが一番大切だなーと私が思ってるんですけれども、私はね、なぜか一番価値観が近いのは日本人男性でしたね。で、なぜそうなったのかとかですね、私自身も結構いろんなことを考えて、やっと分かったと言いたいんですけれども、まあ大体分かったかな。で、これからちょっと解説しますが、まずですね、一つ目に言えるのが、もしかすると私がもう日本人なのかもしれない。もちろんね、この顔をしてるんですけれども、中身が日本人でね、ここに私チャックがついてて、そこを外しちゃうと実は中にね日本人が住んでるんですよ。この顔はもう着ぐるみなんですね。まあなんでそうなったかはちょっと私もわからないんですけれども、まあもう中に日本人が住んでるって言ってもいいぐらいに、自分が価値観がなんか日本人の皆さんに近い感じになったんですね。で、これ言っちゃえば、例えば日本国内に住んでる日本人女性で、私は日本人だし日本人男性としか付き合いないっていう方もいるかと思うんですけれども、私はもうそういう女性と同じような気持ちになっている部分が大きいと思います。じゃあ日本人じゃない男性嫌いなのって聞かれたら、全然そんなことなくて、私は可能な限りいろんな国の方とね、友達としてはね仲良くはしてるんですけれども、なんとなく
その男性が日本人じゃない、しかも日本語喋れないっていう方になると、なんでしょうね、あの全然話して楽しいんですけど、なんとなくね距離感を感じます。少し私とその男性が、なんでしょうね、なんか別の次元にいるようなあの感覚が私にあるんですね。ちょっとなぜか私ももう分からないんですけれども、とにかく日本人じゃない男性とは距離感を感じることがとても多いです。そしてちょっと面白い話なんですけれども、私が実は自分の恋人が日本語を喋らないと、あのなんかおかしいって言いますか、もう本当にあの付き合ってる人が日本語喋らないと、なんかすごいおかしいって言いますか、恥ずかしいって言いますか、とにかくその自分の恋人が日本語話すことになりすぎて、そうじゃないことを、まあ、想像できなくなったんですね。本当に自分と恋人とロシア語、僕なんですけど、ロシア語で話すとか英語で話すとか、そういうことをもう私は想像できなくなってしまったんですし、なんかもっと恥ずかしいことを言いますと、私ロシア語でそれなんか好きだよとか、そういう愛の表現がね言えないんですよ。日本語でしたら言えます、言えますが、ロシア語になるなんか恥ずかしくて、なんか違和感があってね、もうどうしてもね、そんなことは実はロシア語で言えないですし、しかももしロシア語で言われたら、言われた私もなんか恥ずかしいんですよなんかこんな話して私自身も、いや私どんだけ変わった子なんだろうって思うんですけれども、でもまあ本当に今はそんな感じです。でもやはりどうして結局一番自分が合うのが日本人男性なのかっていうところについてもちょっと説明したいんですけれども、今日はですねいくつかあります。まあ、さっき言ったように一番大きいのがやはりもう私の価値観がですね、そのものの考え方とか、その送っている生活とか食べ物とかも、そういう生活面のところとかもそうなんですけど、やはり本当に日本人男性とは私はすごくあの価値観を共有しています。本当に例えばロシアに帰ってなんかロシア人男性と話していると、なんかちょっと自分自身をロシア人じゃないどっかの外国人のように思ってしまう部分まであります。で、価値観だけじゃなくて、まあ、具体的にその日本人男性のこういうところがいいなって思ってる部分もあるんですけれども、で一つ目がやはり真面目なところがあると思います。そのなんかお仕事を頑張るとか、なんかあることにすごくその真面目になんか専念するとか、そういう面がすごいやはりあの日本人男性にあると私が思っていて、そういうところはすごい尊敬していますし、まあ、女性として頼りになるし、いつもねいいなと思っています。そしてね、すごく細かいところではあるんですけれども、私個人的に好きなのが、なんか日本人男性ってそこまで、そういうなんか愛情の表現、言葉では、まあ、しないですよね。で、実は私自身もそういう性格で、全く言わないとはもちろん言えないんですけれども、あんまりなんかそういう英語みたいになんかハニーとかダーリンとか、そういう言葉を実は使うのが好きじゃないです。で、昔高校の時になんかロシア人男性と付き合う時に、なんで僕に対してそういう言葉使わないのって怒られたことがあって、いやだって使いたくないし、自分自身も自分に対してそういう言葉を使ってほしくないしっていうのがあって、それは多分17歳ぐらいの話なんですけど、もうずっとそれを覚えていってでも一方日本人男性はそういうなんか、言っちゃえばまあ無駄なの言葉ね、言わないし、なんか言ってって別に言わないし、そういうところは私すごく好きで、結局自分自身もねそこは同じだから、はい、本当にその面は個人的にとても好きです。そう、さっき寝かせなかったんですけど、これが3点目になるね。3点目はすごい日本人男性は実践的、プラクティカルだなと思っていて、なんか無駄な言葉かけるよりもするんですよね。とにかくなんか日本人の男性は
何か自分の彼女が困ったら何か言葉かけるよりも、じゃあ彼女のために何ができるとすごい具体的に考えてくれるっていうところ、それは困った時だけじゃなくて、まあ、いろんな場面においてなんか無駄な言葉をかけるよりもやるっていう、あの男性がすごい多いように感じて、そういうところもすごい私は尊敬していて、あの頼りになっています。それでは4番目ですね。で、4番目はあのすごい落ち着いてる怒鳴らない男性が多いようにも思います。結構喧嘩しても、あの怒鳴るとかよりもなんか静かになってどっか行ってしまうとか、そういう男性が多いような気はするんですけれども、で、私は日本人男性のそういう落ち着きもすごくあのいいなと思っています。そして5個目ですね。5個目はあんまり威張らないっていうところですね。まあ言っちゃえば日本人の男性は謙虚ですよね。なんか結構海外からあの言われるんですけど、なんかちょっと恥ずかしがり屋とかそういう風に言われたりすることもあると思うんですけど、でもなんか私はそういう謙虚な面がすごく好きで、なんかすごい威張ったりするようなすごい強気にいつも行くような男性は私個人的にちょっとあんまり好みではないんですが、まあ、日本人男性のそういう謙虚な姿がすごい素晴らしいなと思います。そして6個目、はい、6個目なんですね。すごくシンプルなんですけれども、私は個人的に、まあ、日本人男性はすごく優しい人が多いと思います。それは男女関係だけじゃなくて、普通になんか友達の関係でも優しい人が多いなと思います。で、私はね、まあ、日本にも6年間住んでるんですけれど も, もういろんな場面でその、まあ、自分の付き合った相手とか男性の友達とかにね助けられたことがあって、まあ、本当にちょっと言うのが恥ずかしいんですけど、ここ6年で私がどんだけその日本人男性のお世話になったか、もうどんだけ感謝してるか、いや本当に本当にそこはすごいんです。ありがとうございます。そして7個目ですね。そこもまあアリオナの個人的な意見ではあるんですけど、なんか話の面白い男性が多いような気がします。なんか結構いや何でもいいんですけど、旅行だったり旅行だったり温泉だったり、結構私友達も男性が多いんですけれども、結構話盛り上がることが多くて、なんか仲良くなりやすいっていう風に私個人的にすごい感じています。でね、あとは8個目かな、8個目なんですけど、ちょっと恥ずかしいです。実はここはね性格とかじゃなくて外見の話になるんですけれども、私自身はもともとはそんなになんか男性が絶対にイケメンじゃダメとかそういう風には考えていなくて、結局外見よりもここですよね、こことここ、その中身が大切だなと思ってるんですけれども、まあ、でもねある程度のその好みもあって、私ね実はですね黒髪と茶色い目が大好きなんです。結構西洋の女性で白馬の王子様上がりそうみたいな、そういう方多いかと思うんですね。ブロンドの男性で目が青いみたいな、そういう男性の夢見てる女性が多いらしいんですけれども、私はもう本当に小さい頃から男性はちょっと暗い方がいい、なんかその髪の毛が黒、目も茶色、肌も少し暗いとか、本当になぜかね、私は個人的にちょっと好きです。恥ずかしいな、恥ずかしいな、でも正直にちょっと言ってみました。はい、ちょっといっぱい喋りましたね。一旦ここでね、まとめしたいんですけれども、まあ、はい、アリョーナはもう18歳超えてからは実は日本人男性としか付き合ったことがありません。で、自分にとっては、まあ、付き合う相手として日本人男性が一番いいと思っています。で、理由も、まあ、いろいろあるんですけれども、私自身がまずちょっと日本人化して、一番価値観が近いのが日本人男性だっていうところもありつつ、まあ、日本人男性のいろんないいところも私は個人的に、あって、まあ、それでね、恋人は日本人がいいなっていうふうに思ってます。
で、まだまだお話は終わりじゃないですよ。最後にはですね、結構それを聞かれるんですけれども、結婚とかそういうところについても少し説明したいんですけれども、で将来はリョーナは日本人男性と結婚するのって本当にちょくちょくね、それは YouTube の中でもInstagram とか普通にリアルでもすごく私聞かれるんですけれども、まあ将来の方はね、わからないからあれなんですけれども、まあでもそうなんじゃないかなと正直私も思います。今日もね、あんだけ話したし、多分自分はもう結婚相手は日本人男性が一番合ってるんだと思いますいつ結婚するかはちょっとわからないんですけれどもで、実はですね、ここでちょっと面白い話をしたいんですけど、私の家族についてなんですけど、私って日本が好きになったのがもう10歳、11歳ぐらいの時なんですね。で、結構本当に日本に強い関心を持っていて、で、もちろん私の両親もそれは知ってたから、私の誕生日の日にね、だいたい多分13歳とか13歳超えたあたりぐらいから私の両親が誕生日にね、いつもね、まあ両のおめでとうって言って、いろいろ願い事も言って、で最後にあなたは将来は日本人男性と結婚するんだろうみたいな、そんなこと実はすごい私言われてました。でその当時は私は、いやなんか、まあ、そもそもあまり恋愛に興味ないみたいな、ちょっと将来わかんないし結婚はちょっとまだ興味ないのみたいな、そんな感じの私でしたけど、まあということでね、自分自身はまだ何もそれについて考えることすらなかったのに、両親のその予言の通りになりそうな感じなんですね。まあ両親は今はね、どう考えてるかわかりませんけれども多分ね、その当時はそれがある意味ジョークだったと思うんですけど、両親もまさか私が日本に引っ越すとは思わなかったかもしれないんですけれども、でも今はもう私の家族はね、おばあちゃんとか特に言うんですけれども、そのアリョーナの結婚する相手は優しい人がいいんだって。だから別にそれは何人であれ、そのどういう方であれ、本当に優しくてその仲良ければ何人でも私は応援してるよっていう風におばあちゃんがいつも言ってくれてて、それがすごいなんか力になってますよね。なので私の家族はそうですね、そういうなんか理解って言いますか、まあ、私が幸せであれば、私のその将来の、結婚相手が幸せであれば私たちも幸せだよっていう考え方なので、それがすごい私もね力になっています。まあでもね、ちっちゃい頃のジョークはね、何だったって正直ちょっと思うんですけどはい、皆さん今日はねすごくいっぱい喋りましたね。で冒頭でも言ったんですけれども、本当になんかお世辞とかなんか褒め言葉を言うつもりはなくて、本当に今日は完全にちょっと自分の本音を語ってみましたね何かね、皆さんにね面白い気づきがあれば、ぜひぜひコメントに書いてくださいね。そしてもしこの動画気に入りましたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンもお願いします。今日は最後まで見てくださって本当にありがとうございました。バイバーイ